おー、どうも皆さんこんばんは、ケモチダヤです。すごいね、情報を晒しながらね登場しましたけどね、これはね今パッと拾ったマシュマロでございますね。すごい情報とともにね、皆さんびっくりしましたか？まさか自分だと思わなかったでしょうねすみませんね、これ間違いでしたね。これお前だったらラップバトルでボコボコにしてやると、本当にエンタメとか関係なしでって言おうと思って今スッと拾ったのがね出て、なんで俺くんがっていうのはまさにこのことでね、この衝撃な状況から衝撃な情報告知から始まるところでございます。はい、どうもケモチダヤでございますね。いいんですよこんなのは。はい、ということでね、皆さんお待たせいたしました、ケモチダヤでございますね。いや、いつぶりでございますか。まあそれこそシャプラジか、シャプラジですね。はい、いやなんかね、歌子お姉さんということでね、結構前から決まってたんですけど、まあなんかいろいろあってね、このね、まあ2021年4月にやるということになりまして、そうなんですよ、歌子お姉さんをね今後コラボで呼ぼうと思っている人たちは気をつけてほしいんですけど、まあマシュマロとかお便りを開いている場合ね、とんでもないですよ、うんとんでもないですよ。 R15 R15 R18 18 15 15 18 15 18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 
来るし、だからね、メールフォームでもね、いやそんな相手でございましたけど、まあね、これでまあ彼女がね、インターネット上に生きてるうちに無期懲役にならないうちに一回はコラボしておこうと思ったので、これでもう満足です。いつね捕まっていただいても全然構いませんので、これで大丈夫、大丈夫でございます。はい。いやで次どうしようかな。なんかね前に次の次まで決まってるみたいな、うたこお姉さんの次の次まで予定があるみたいなこと言ってたんですけど、別にそれ確認を取ったわけじゃないんですよ。一人はやりたいって言ってくれてるんですけど、俺くんと誰だ。もうバレちまってるから、これちくしょう、これね、どうもーってこれで出てきましたか。どうもーってこれで出てきましたかね、すごいですよ。ね、あれですよね、孫がなんか妊娠しましたみたいなのを親に言うときに、久々に実家帰ってきて妊娠しましたっていうめっちゃでかい札持って帰ってきて、もう言う、こういうの伝える間とかないからね、情緒がないんですよ、もういきなり言うんだから。いやこれは違いますからね、こんなことがあったら、いやそれはもう本当にね、年齢制限をつけて罵倒を繰り広げてやるぞという話だって、これは違う。まあまあ、こういう感じでちょっとマシュマロがね、いっぱい、まあ、また来ているのでね、ちょっと読んでいこうかな。今現在の数、26,569 通でございます。はい。いやちょっとね、どんな感じに来てるかな。よしね、目には目を、歯には歯を、貴様には絶望、このシリーズやめてほしいですよね、このシリーズ本当に。最近あるんですよ、この最初いい部分言って最後だけ急に牙を剥くと、隠してたナイフをスッて出すやつ、かっこよくなってきてるけど、いらないですからね、こういう感じの。あとなんかすげえこれで思い出したんですけど、これで思い出したっていうか、まあいいや、ちょっとこれは後でいいよ。あーなんかね今パッおーいいですね、あはーひなな煽り運転する、やめなさい、やめなさい。皆さん、ひななさんをご存知でしょうか。シャニマスね、今あれ裏というか表というかね、ちょっとね院長がやってると思うんですけど、そのねシャニマスで出てくるね、ひななさんというキャラがいて、まあ、僕はものすごくね好きなんですけどね、これは許されないですから、ひななさんといえど、ということで剣持ちたやの配信でございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、いい夜、バイバイ、おやすみなさい。おつわごは非公式だからな。